こんにちは。トビタジョーです。今日の心に火を灯す言葉はこちらです。人生は価値のあるものだと信じよう。その信念が価値のある人生を実現してくれる。人生は価値のあるものだと信じよう。その信念が価値のある人生を実現してくれる。これは アメリカを代表する哲学者・心理学者であるウィリアム・ジェームズの言葉です。彼はパースやデューイと並ぶプラグマティストの代表として知られています。そしてその著書は哲学のみならず心理学や生理学など多岐に及んでいます。また日本の哲学者西田幾太郎の純粋経験論に さを与えるなど日本の近代哲学の発展にも少なからの影響を及ぼしたと言われ夏目漱石も影響を受けていることが知られていますこの言葉は文字通り人生は価値のあるものだと信じて生きていけばその信念が本当に自分の人生を価値のあるものにしてくれるといったものです人生は価値のあるものだ と信じようその信念が価値のある人生を実現してくれる不運なことやトラブルなどいろいろなことがあって自分の人生を価値あるものとなかなか考えられない人も多くいるかもしれませんしかしジェームズはそうであっても将来のためには人生を価値あるものと信じなくてはならないなぜならその信念が価値のある人生を 実現すするるからだと言っているのですせっかく天から授かった自分の人生を生きるのなら自分の人生はどん,なこともどんなことでも価値のあるものだと信じて生きていきたいものですその信じる力こそがそういう人生を実現させてくれるに違いないのですから